いや、広すぎてインポかなって思っちゃった。いや、インポっていうのやめてもらっていいですか。インポ千早です。いや、もう千早さんがね、インポ千早って言いたかっただけ説はあるんじゃないですか。ないんですか、その視点は。まず、チレ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 、俺はもう左なんか行かねえから、何度と何がひちょて左ルート安定じゃんしゅ。テラゾーどうだっす、黄色黄緑、あーちょっと多いね。あー怖怖怖怖怖怖怖、画像一周してんねん、これ。怪しいね。下行ったよね、初手。怪しくね。いや、多すぎるな。大丈夫か、これ。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンス。これが、エレクトリカルの。ディフェンス最後の砦や。黄色黒、ゴゴ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 、あ、そう、ん？ん？な、何してたんだ今？ん？なんでベント前にいたんだ？なんだ？押してみた。いや、ほぼ白い。白すぎ。死んでないですね。テラゴンさん白いな。うまいな。オッケー。よかった。ここで死んでたらマジ疑われるところだからね。白いとは限りませんけどね。くそ、相方の死体を消そうとしたみたいなことあると。どういうこと？ちょっとそろそろやってるやろみたいな。そろそろ相方はやってるやろみたいな感覚で。まあでも誰か怪しい行動があった人間を募集します。いや、ちょっと待ってね。センターさ、俺の行動って怪しく見える？何それ。いや、どうなんだろうなと思って。俺、テレビベントの上立ってたからどうなんだろう。いや。サイコパスすぎる。いや、出てくるやついねえかなと思って、弁当のとこ立てて停電上げたら、近くでセンターが俺見てたから、なんか疑われそうと思って。いや、どうなんだろうと思って。いや、それは疑うんじゃない、普通に。疑うか、やっぱどうなんだろう。サイコパス論争する。サイコパスなのか本当にインポスターなのかみたいな話し合いする。いや、なんかエレクトリカルからキルしてあそこ出てくることあるから、なんか来るかなとかって思って。にしては左下にめっちゃ寄ってましたけどね。寄ってたから、手で開けてセンターいたから、あ、やば、疑われそうと思っちゃって。いや、待て、待てよ、待てよ。待った、待って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 、アドン、僕がそもそもメッドベイ行ったのは、メッドベイが1だったからなんだ。ああ、そういうことね。俺だ、そうなの。どういう、つまり、いや、あのセンターセンター、俺メッドベイで作業せずに出てるから、メッドベイもっともと1位いたと思うよ。じゃあ俺センターとメッドベイ前ですれ違って、じゃあメッドベイにセンターが停電中に入ってきて、なんだこいつって思ったけど、はい、俺はメッドベイを停電中に見回るだけだったから、ね、アドミンで君が見たメッドベイ1は俺じゃないよ。坂田さんか、俺俺ならいいや。ここにいたの。気づかんかった。いたの、そこに。停電した瞬間、魚さんがセキュリティに入ったのは若干白目に見えた。だから高田さんが左下いて、寺田さんがちょっと右側寄りで。マジで？そう。あそこにいたの。俺も全然気づかなかった。俺っ、そう、だから停電開けた瞬間、弁当の上に高田さんがいて。高田さんインポスターだったら俺殺されてるわ、多分それ。何やってんだ、この人と思って。いずれにしても最高だな、間違いねえ。そこに関してはもう疑いの余地がない。最高で、この話終わり。え、どこです？
てないね。あ、義賊が発見しました。はい。サントスさんが、エレクトリカルで亡くなってました。配電盤前ですか？配電盤前ですね。配電盤前じゃないです。配電盤前、ちょっと横です。ちょっと横。はい。先端さんはエレクトリカル行きました？うん、向かってる途中の通路で、誰だっけ、最後、一緒になったの。サイクロマさんだっけ、はい。そう、でも左から若干来たように見えちゃったので。あ、多分右じゃない？そうだね。ストレージから。アドミン、間違いかもしれない。先端とアドミンまで一緒で停電して先端そこから消えたから。一応反抗できない人、僕目線一人いるので、お伝えすると、ナイトメアさんが初手ウェポンで僕と一緒に、ウェポンの方にいるので、時間的には多分いけないと思います。そうですね、で、僕その後右に行ってるので、右下に行ってるので、はい、僕、そのナイトメアさんを見て、シールドストレージと来て、ストレージの給油のところくらいで、エレクトリカル、ブーってなってるので、絶対にナイトメアさん無理です。そうっすね、僕もだから魚さんが上の方のタスクやってて、僕が下のシューティングやってるところで、魚さんが下に降りてくのと、寺蔵さんがカフェテリ側から抜けてるのを見てるので、多分時間的に2人は無理だと思います。義賊さん視点でどういう感じだったのか、その配電盤の前とか、その周りの話を、はい。その前がアドミン見てて、で、まあ、アドミン適当に見て、その後タスクやりにストレージ通って、その時に、停電が来て、で僕がとりあえず直したんですけど、で停電開けて、そしたら、死体を見つけたって感じです。じゃあ周りにも誰もいずに、もう一人で直しきったって感じですか？僕はそうっすね。あ、じゃあ単独行動してた人って誰の単独行動？俺はあんまり会ってないかな。あれでも僕と最後停電開けた時に一緒にいたの誰だっけ？右から来たの。黒川です。黒川です。そう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 。え、インポスターの高田健司さんはどこにいたんですか？いや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 、怖い。アドミンってことじゃないの？最後違った。あ、俺最後アドミン。もうちょっと話したいね。ちかやさんか？レッドベイから弁当？いや、それはちょっと安直か。押すか。押してくれる？押して、ちょっと押してほしい。ないのか。なるほど。あんまり押したくなかったな。他の人は押してほしかった。千早さんとか、はい、多分証言なかったんじゃないかなと思うんですけど。最初メッドベイから出ました。メッドベイ来ました。そこで高田さんと、センターさんとご一緒してます。うん、その後、カフェテリアに戻って、もうこの時点で暗闇来てました。アドミンの横の通路を取ってストレージで、最後に、黒川さんかな、黒い人を見てブザーでした。そんな流れです。アドミンで見たんですか？ストレージを走ってるとこですね。ギリギリ足が見えてるか頭が見えてるかみたいな。どっちかは覚えてない。足か頭かは分かんない。上にいたか下にいたか。頭ですね。頭、自分が追ってるんで頭です。見えてるのはでも黒かったはずです。クロムさんのその侵入経路ととは一致してますか？クロムさんの視点は。僕は右下から左に行ってます。ってことは、ストレージの右下のタスクから左に行ってるので、じゃあ見えない、給油側からと。見えないはずじゃねってなりますか？見えなくねって若干なってる。じゃあ、その、例えば右下から、下から行くわけですよね。で、自分がアドミンから行くわけじゃないですか。はい、ギリギリエレクトリカルの通路に入ろうとしてるところを、見れるっていう可能性ありません？まあまあ全然あります。ですよね。で、はいはいはい、そこで寺蔵さんどの位置にいるんだっけ？ストレージって言ってたっけ？うん、ほぼほぼその位置だけど、暗闇だったから全然見えてない、うん、俺からは。なるほど。ちょっと具体的な位置までは完璧に覚えてないから、どこで重なったか、重なる可能性があるかとかもわからない。そうか。まあ、ベントキルっぽいかなと思いますね、位置的にも。セルフの可能性はありますか？で義賊さん停電直した直後だったんで、レポートしてた時ってもう停電開けてるからな。それだったら停電直さずにキルして弁当を迎えなり逃げるなりした方がいいから。クロムさん的にどう思います？クロムチハヤ、両方まるでいいと思います？
え、どういうこと、どういうこと。あの、無罪でいいと思います。殺せないと思います。いや、殺せないと思います。そうそう、言わされた言われたいや、なんか千早さんを白で見れるかってことじゃない、クロムさんして。待てよ、寺蔵さんの最終位置ってストレージって言ってなかったか。一応ありえなくはないか。あれだとしたらクロムさんと出会ってないとおかしくないか。クロムさんが通路に行く途中に、通路入ってから入ったってことなのか。ちょっと通るっちゃ通るか。その辺ちょっと追求してもいいかもしんねえな。え、早くね？あ、直すの遅かったからか。緑。逆走してたぞ、小田さん。怖い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 。あー、申し訳ないんですけど、なんでボタンを押したかっていうと、電気を消えるときに、電気が消えた瞬間、消えてちょっとした後にエレクトリカルに向かったんですけど、一瞬トータスさんが右に行ったのが見えて、なんで電気の方近いのにわざわざ右に行ったんだろうこの人はって思ったので押しました。同じく、俺もクラム白い、俺も同じく思った。これね、僕も思った。これはほんまにすまん、これはなんて言っていいかわからないけど、俺の画面にバグが出て、フィックスレスとコモンサボタージュって2つで出たんで、とりあえずサボコモン、あの、あっちのコミュニケーションの方行っただけなんで、ごめんなさい。今さ、コミュニケーションとエレクトリカル同時に入んなかった？きっとね、コミュニケーションが長引いてたから、多分クールタイム開けたんだと思う。コミュニケーション開けにから30秒じゃないの、あれって。あ、そうか。あ、どうなんだろう。そう、これだけはごめん。あ、バグ、なんか異常に早かった感じはしたよね。あ、早かった早かった。あの、サボタージュだよね、妨害行為ね。で、トータスの言い訳続き、ごめんなさい。もうそれだけ。ただ俺はコミュニケーションの方を先に直しに行った。最初エレクトリカルを触ってたんやけど、なんか動かんかったよ、パチパチ右が。で、ごめん、これは本当に俺側の問題やから、ごめんなさい。なんかもうあんまり時間取るも申し訳ない。で、コミュニケーションを置いただけ。一番右をカチカチやろうとしたけど動かなかったとかね。ああ、そう、そう、あ、一応合ってますね。一番右だけだったんで。なるほど。じゃあ申し訳ないな。いや、まあ、すまない。犯人だとしてもね、ストレージ側の方にガン走りするのをちょっと、まあ、なんとでもなるか。まあ、一旦、あんま、まあ、様子拾わなくて。ちょっと避けておいてもらった方がいいかもしれない。申し訳ない。とサントさんの話した方が。あ、サントさんだっけ？ナイトメアさんじゃない？ナイトメアさん。ナイトメアさんだ。そう、ナイトメアさんだ。似てんだよな、この二人。色がね。メガネもあるし。ダメヤさん。見てない。エレクトリカルには死んでなかったね。うん。リアクターでは死んでなかった。他に目撃情報は。セキュリティにでは死んでなかった。もうちょっと。上側に走ってる人は全然いなくて、監視カメラに誰一人映んなかった。10秒ぐらい見てたんだけど。ボタン。結構下の方にみんな行ったんだと思う。ボタン押してほしいっす。ボタン押してわかるかな。じゃあ、俺が押します。わからんかもしれんけど、一応。これ間に合うかもな、キルクルタイム。まだ来てないのかな、誰も。あ、大丈夫か。好感度高いよ。いや、すまんすまん。これは俺が先申し訳ないことをしたんで。その前日の初動の動きを洗って、消去法的にナイトメアさんの位置を洗ったらいいんじゃないかなと思うんですけど。ナイトミヤさんをもう全く見てらっしゃらないってことですか、全員。見てない。最初にあの始まった瞬間、プシューって閉められて、それだけかなっていう、そこでチラッと見たかなぐらいの感じ。どこそれ。え、じゃあカフェテリア最初閉まらんかった？みんな。カフェテリアのどっち？え、下。
下に行こうとしてたのね。俺は下に行こうとしてた。あ、じゃなくてナイトメアさんをそこで見たかっていう話だった、うん、あーごめんなさい、それはごめんなさい、はっきり覚えてないです。ね、魚は初手アドミン行っていろいろやってたんですけど、少なくともアドミンストレージの右端コミュニケーションまではいなかった。義賊さんって何してました？僕下の方行って、アドミン確か見て、その後なんかどこに、助かるかなでなんか見てました。初手右行った人は、初手右行った人はい右行きました。違いです、ウェポンナビゲーションで、ここまでサントスさんとは一緒でした。そのままシールド、ストレージっていう流れですね。サントスさんと、え、ナイトメアさんとじゃん。ナイトメアさん、サントスさん初日に死んだ。あれあれ水色、あれ一瞬、一瞬死んだっけ、あれ分かんなくなってきた。サントスさんが最初に死んでいる。で、クローカーがボタンを押したときにナイトメアさんが死んだ。あ、エレクトリカルで死んでたのか。だからその黒川さんがあのボタンを押した時の話ですね。ナイトメアさんが死んだ日の話。千早さん、千早さんはインポスターだと思ってるんだけど。なんで？え、黒川さんを見たっていう証言が正しいんだったら司会がインポスターかなと思っちゃったから。一瞬司会開けましたよね。でも最後、いや、広すぎてインポかなって思っちゃった。いや、インポっていうのやめてもらっていいですか？じゃあ、ヤヤさんについていきます。ヤヤさんについていきます。お願いします。クロムさんとチカヤさんペアでお互い近寄ってください。まあ、その説はあるよね。ちょっと今のたった今の証言が曖昧だったってのも、しかも一番浮いてる位置ではあるよね。ナイトミさん見たっけ？飛べてねえな。初動ねえな。ただピンク黄色、あ、てか寺蔵さんの最初の初日の動き洗いたかったけど、まあ優先順位引っかかったから一応覚えとくか。あーでもそうだ、メッドベイをしっかり巡回してたっていうのが一応白っぽかったのか、一旦忘れた。黄色白かじゃあピンク白か死んでないな。タスクで終わりそうだな、このベースやったら。ちはやさんとでも追放してないからもう一いるはずなんだけど。インポチハエです。タスク終わりました。俺も終わった。だからも終わりました。もうこれはあと1個なのでついてきてもらっていいですか、チハエさん。もうちょっとかな、俺1個ぐらい。わかりました、ついてきます。あとナビゲーションであと1個なんで了解です。あと芸術的には2個だったんで、トータスさん1個2個なんですか？どっちかごめん分からん。最後マップ見てないから1個やと思いたいです。2個分ぐらいですね。だから僕もあと1個なんで、トータス先端クロムの中にチーローは絶対いますね。あ、嘘。ハヤさんのこのボタンはめちゃくちゃ白いと思います。ありがとうございます。すげえ場が誰も同意してくれなかったけど。まあでも、まあでも千早さんがインポスターだったらあんまキルできないかなって思っちゃったんで、別にそんなにかなって思ってますけど。でもね、最初の方はずっと一緒にいてたんけど、途中でどこやった？ローアーエンジンで最後見かけてもそっか離れちゃったな俺。クロムさん、それも千早ってことですか？クロムさん、うん、そうそうそう。何の話し、クロムさんは。あのキルが起きてないので千早さんと一緒にいたからキルできなかったんじゃないかなって若干思ってるぐらいです。でもボタンを押してるのは白いなっていう。いやもう千早さんがね、インポ千早って言いたかっただけ説は分からないですか？いけないでみたいな。そう。だけ説って何？ボタン考察としてないんですか、その視点は？マジでインポだ。その視点ですか？その視点はちょっと抜けてましたね、確かに。確かにそれは抜けてました。申し訳ない本当に。いやちょっと気をつけてもらって。あ、ごめんなさい。何の謝罪で。いやもう本当に悪かったんで、もうこれガチで誰だろう忘れなかんねんな。
まあ、これわかんないな。でも一緒にした行った人の片方にはいそうな気はしますけどね。だから、とりあえずあれでしょ、もう、いや、ていうかもうそもそも、だって、タスクが終わってない人が3人で、クロムセンターのトータスで、うん、で、その中に一郎いるでしょ。で、僕、クロムさん、白だと思ってるからトータスさんでしょ。で、ペアで、キルが起きてないから、チハヤさんで、小田さんとチハヤさん、だと思うんだけど、まあ、タスクで。クロムさん、ナビゲートタグでした、あと一応か。真ん中。ミュート、ミュート。ガンムシ。はい。気づいたら目の前が真っ赤になってました。目の前で自白トータスさんがピシャーと嘘やん、高田さんを打ち上げてました。やってへんって、ちょっと待って、ロアエンジンのむちゃくちゃリアクター向かってたで、ロアエンジンの右の、入り口ですね。で、助かりました、黒川。で、俺やってへんで。トータスさんどうします？トータスさんは追放されたいですか、それともされたくないですか？いや、されるんやったらっていうか、先に先端から釣ってほしいかなって感じかな、この感じで言うと。じゃあ、釣りなしでいきましょうか。先端も確実に釣るから。釣る？釣るのが良くない？あ、まあ、スキップでいいか。あ、そうか、2ロイの。だって、そうそう、やばいやばい。だって、2ロイいて、トータスさん釣ってインポスターじゃなかった場合って結構やばくないですか？危ない危ない、やめよう。マスク勝利を目指そう。ポイント何個ですか？あの、ちはやです。黒川さんがタスクされてたのって、ダウンロードの方だったんで、アップロードして完了するはずなんですけど、なんで終わったっていう風になるのかちょっとわからないです。素晴らしい。ナビゲーション最後でしたね。クロム釣るのはありだと思いますけど。あと1個なんだったら、コマタスクが狙うのがいいかなって。誰あと残ってんの、どうなった？クロムさんなの？残ってないはずなんだけどな。クロムさんなの？センター終わった？終わってない。てかまあ、僕が多分、もう全無視で助けるんで。終わってない人、よし。で、終わりですね。僕だけじゃないですか。じゃあ、終わってないかもしれないです。申し訳あったら。終わってない人は全力でタスク終わらせてもらって、壊れた場合は もう全部タスク終わってる人が優先的に行きましょう。1個だけ懸念点がある。俺、ロアンエンジンにタスク残ってないんだけど、矢印が残り続けてるバグが発生してる。大丈夫。大丈夫だよ、ね。それ大丈夫なはず。安心して。ロアでタスクしてたの見てた。オツの右上行きます。あ、こっち早すぎる。1個分だよね、これ。2個なのか、これ。あと2個っぽいか、これ。あったりかました？トータスさんしらったらどうしよう。トータスさん、千早さんしらったらどうしよう。すいません、終わってませんでした。ごめんなさい。ごめん。あれ？あれ、誰だ？俺、義賊です。義賊トータスか。ああ、なるほどね。めっちゃ義賊さんにやられてますね。千早さんじゃなかったですね。申し訳ございませんでした。いや、大丈夫です。あ、じゃあ、サントス殺害を、あの、義賊さんは相方がやったのを見つけたんですね。そうそう。ああ、そうですね。相方か。なんか不自然だと思う。あ、そういう。あ、そっちか。セルフじゃないけど、セルフだった。いい状況か。はい、まあ、そうか。あ、なるほどね。トータスさんが出てきたって言ったのはなぜ？じゃあ、え？あれ、トータスさんが出てきたって言ったのは義賊さんから出た情報じゃなかったっけ？それ一個前のやつの話じゃない？あー、ごめん、完全に完全にゲームが違った。
ああ、クロムさんが確かなんか確か停電の時、あ、僕が死んだ時にクロムさんがトータスさんが停電の時逆サイドに走ってた。あ、それはね、でもほ、本当に申し訳ない、俺インポスター側でどう言えばいいか分からないけど、ほんまにそうなってて、俺ずっともう一回集められたあたりからフィックスライツが一向に直らなくて、でも治ってへんかなと思ってて、直しに行ったらいいんかなと思ったら治れへんし、じゃあなんかコミュニケーションもなりだしたから、コミュニケーション直したら両方治ったか、あ、っていう、まあ申し訳ない、こっち側の不具合の話、申し訳ない、ゲームのバグしかないですね、誰も悪くないですね、うん、ない、ただそこはもう何も嘘をつかず正直に行くしかない。そらわけわからんわなって。なんでこいつ右に行ったんだって。